もう一人の自分タクリゾート、早瀬ネギぐらい食べなさいよ。タイムレンジャーやっていくことに対して迷いがない順番。未来戦隊タイムレンジャー201回目の視聴で全話レビュー。はい、どうも MC みたいなタイムレンジャーお姉さんことゆりかです。この解説動画シリーズは現在東映特撮 YouTube オフィシャルにて配信中の未来戦隊タイムレンジャーを200回以上見たことがあるちょっとおかしなお姉さんが1話1話のレビューを作成している動画の連載となります。第18話までの解説動画も全てアップしておりますので、まだ見られてない方はぜひ見てみてください。タイムレンジャーが完全に初見の方でも私の動画見ていただけるように盛大なネタバレはせずに、このポイントは覚えておいてくださいね、ここはちょっと繋がっていきますよみたいなことは挟みながら解説しております。それでは今週は大変でしたので早速行ってみましょう。ケースファイル19、月下の騎士。ゲームは手に入れたラムダ2000をもとに何かを企んでいる。アサミグループの研究所でもあるプロジェクトを密かに進行していた。さらに30世紀の未来でも。一方、達也たちは街でもう一人の自分と出会う。そんな時、ゲームが作り出した巨大ロボット、ノヴァが現れた。街を破壊するノヴァ。なぜかタイムジェットは現れない。そんな時、ビルの合間から大きなエンジン音と共に巨大な装甲車が現れた。さて、18話から引き続き、19話、20話とタイムレンジャーの今後の物語の展開において非常に重要な解説となっておりますので、重要ポイント台本を作ったつもりではいるんですけれども、撮影の時に取りこぼしてしまう部分であったり編集ミスであったり改善を尽くしておりますが、タイムレンジャー感想済みの方々はゆりかさんこれ言ってなくねみたいなことがあったら申し訳ないですというところと、今後私がこの回の時にこの話はしたいみたいなことであえてお話ししてないこともあるかもしれないので、そこのご了承いただけたらと思います。込み入った話になる前に細かい楽しいポイントをいくつか紹介します。ギーンは自分の破壊活動を思う存分楽しむためにドルネロとリダをリゾートとね送り出しました。青白い肌で行くわけにはいかない。細かいリラの美的センスっていうのがすごく素敵だなと思います。一方、トモロリサーチは午前中は全員でビラ配りの日でございます。シオンがお弁当を用意してくれたんですけれども、このお弁当ね、ドモンがこんなんじゃ足りねえよ、アヤセがこれいらねえからやるよ、タツヤがダメ、アヤセはしっかり食う、ドモンそれで我慢って言ってケースファイル6、偽りの招待客の解説動画の時にもお話ししたんですけれども、タツヤは母性が強めな男性と私は思っています。そして、これはめっちゃくちゃ細かいんですけれども、タックとパソコンの後ろに設置してある黒板を見ると、トモロリサーチの実態がわかりますよってお話をしたと思うんですけれども、細かいよく見えるようになっているので、ぜひ見てみてください。5人のところ共通してビラ配りって書いてあって、タックは3つぐらいタスク書いてあって、その中にデータ管理みたいなのが書いてあるんだけれども、ユーリと綾瀬とシオンのタイムテーブルのところには、ちゃんとね、他の仕事も入ってるの。ユーリのところには誰々面接っていうね、なんか探偵の相談のお仕事が入っている。綾瀬のところには運転代行坂本さんって書いてある。で、シオンはちょっとよく見えないんだけど、シオンは基本的に毎日仕事が入ってるはずなんで、達也とどうもお前ら何やってんだーっていうね。さて、本日は囚人が登場しないので、囚人紹介タイムはないんですけれども、義援が制作した破壊兵器ノヴァ。劇中に義援が制作したメカとしては、ゼニットを除いては一つ目のメカとなります。目的は街の破壊、義援の趣味、娯楽、それだけのために作られたメカでございます。このノヴァを連れて義援が動き出すってなった瞬間、時空が乱れるという現象が起きます。達也の体験をもとに話すと、よくわからない違和感に襲われた後に激しい頭痛に見舞われて、はっって気づいたら自分以外の周りの時間が止まっているように見える。そして自分とうり二つのもう一人の自分の姿、幻を見るという経験をします。他の4人も達也と同じ経験をしていて、全員が一斉にタックに連絡するところが私地味に好きなシーンで、タック一人一人の状況の説明の仕方とタックへの声のかけ方にすごく個性が出てるなっていうところと、そのみんなからの一斉の連絡を受けるまでのタックの平和な一眠りをしている姿がすっごく可愛くて、アタックもお昼寝というかスリープモードというかそういうのがあるんだなぁと。そしてみんながものすっごくタックのことを頼りにしてるっていうこともよくわかりますね。このシーンはタイムトラベルを扱っている SF 作品でいうところのタイムパラドックス現象ですよね。タイムレンジャーはタイムトラベルなどを扱っている作品ながら、主人公たちが頻繁に時代を行き来したりだとか、こ
こういったタイムパラドックス現象を起こすことは極力避けていたというふうにね語られておりまして、ただでさえスーパー戦隊の作品としては非常に複雑な物語の中で、子供たちにとってさらに理解するのがね難しくなってしまう、分かりづらくなってしまうっていうところで工夫がされていたという。そしてノヴァが街中を襲い出す、緊急システム発動を依頼する、しかしタイムロボが来ない、で我々の目からはっきりとリュウヤがタックの声が聞こえていて無視しているという様子が分かりますね。タックの言葉、予想外だった、ロンダーズがこんな大掛かりな破壊活動に出るとは、重要なキーワードです。そして第三総合研究所が作った雷鳴という装甲車が出動します。マジでスクリーンに映ってる時間2分弱とかそんな感じだと思うので、未来戦隊として差別化を図っているっていうところが見えたり、登場する時の音楽もね軍隊の音楽みたいな、非常に愛おしい存在だということを述べた上で残念でしたっていう結果に終わってしまいました。そしてタイムロボが送られてこない代わりにタイムシャドウが送られてきました。タイムシャドウ初登場でございます。こういう自律型戦闘ロボっていうのは他の戦隊作品もそうなんですけど、自分の意思で動いてる大きなロボっていうそのプロフィールだけでなんか見てて可愛いっていう側面がねあるかなと思います。第20話でわかることなんですけれども、タイムシャドウは時間保護局とインターシティ警察の共同プロジェクトであった、ユーリもそんなことは知らなかった、なぜなら完成予定は3010年だったから。というわけでタイムシャドウも制作を早めたか、歴史の動きによって早く完成されたか、そして主任が雷鳴が大破しましたと浅見会長に連絡をします。私はタイムレンジャーリアルタイムで視聴している時は小学生だったので、会社とか組織とかよくわからないから、第三総合研究所が達也のお父さんの会社の関係だと言われてもそこが繋がってるっていうことはわかんないから、浅見会長何考えてんのみたいなね、ちょっとバカだったんですけど、浅見会長がこのプロジェクトの指揮を取っていた。さらに治安維持局の伊吹長官の協力を得てのプロジェクトだったということがわかります。伊吹長官、ケースファイル9に一瞬登場していたかと思うんですけれども、今後物語の重要人物になりますので覚えておきましょう。で、浅見会長ね、私は自分が初見の時小学生ながら、この人は悪いことは考えてない、だけど何を考えてるのっていう風にすごく思っていたことは覚えていて、それは浅見グループの中で何をしていくのかっていうところもそうだし、達也についてどういう風に思ってるんだろうっていうね。で、タイムレンジャーサイドでは、達也あの研究所お前のお父さんの関係って言ってたよな、お前なんか知らないのか、達也がお父さんから直接ひどい扱いを受けてきて恨みを持っているとかめちゃくちゃ嫌いとかそういうわけでもない、でお父さんお父さんで後を継がせるような息子はおりませんってね、わざわざそんな息子はおりませんじゃなくて後を継がせるような息子はおりませんって言ってて、息子として人として捨ててるわけではないっていうのがその言葉には表れていて、心のどっかではいつかお互いに今よりは少なくとも良くしたいっていう気持ちがあるんじゃないかなっていうようなね、わかんないけど2人ともお互いのことを考えてる時の顔っていうのは別に憎しみとかそういったものを感じるようなものではないから、2人とも何を考えてるんだろうなっていう風に私は初視聴の時も思いましたし、今見てもこうなのかなって自分なりの答えはあるけど何を考えてるんだろうなって未だに思ったりします。結構複雑な回だったと思うので大事なポイントだけ最後にまとめます。義援が20世紀で本格的な破壊活動を始めました。それによって歴史が変わっているかもしれない、少なくとも時空の乱れが起きている、浅見グループがロンダーズ対策に動き出している、リュウヤがタイムロボを送ってこなかったり、まだ完成するはずじゃなかったタイムシャドウを送ってくるなどの不可解な行動を起こしている。そして19話最後は義援が怪しげな鍵を取り出して怪しげな扉を開いて、ドクロマークのついたタイムカプセルが登場いたしました。ケースファイル20、新たなる絆、タイムシャドウ、自分たちの幻、そして今までにない義援の破壊行動など達也たちの手の届かぬところで何かが動き出している、30世紀に帰れるからこれまでやってきたのになんで歴史が変化するんだと動揺し苛立つとも、そんな時ロンダーズが街でテレトリ次第に人々を襲い出した、凶悪な犯罪者だけを集めた反永久防、ヘズスゲートの囚人ブラスターマドーにはタイムレンジャーの攻撃が全く通用しなかった、傷だらけになり装着が溶けてしまう達也たち、ついに切れたドモンが俺たちの攻撃は通用しないんだぞと呼び止めた、遠くから爆発音が響いてきた。19話の解説で20話の冒頭のねタックとみんなの話の部分も一部解説したんですが、タックがわずかに変化しているのかも、歴史
という非常に重い一言を放ったことによって空気がドヨーンとなって30世紀という場所に対して誰よりも思い出が深い何も変わらない自分の故郷に戻りたいという気持ちが一番強いドモンは取り乱し始める。これまでの解説動画でもお話ししてきた通りシオンは研究所で育ってきたハバード星人で30世紀という場所に対する思い出はほぼ皆無。ユーリは10歳までとはいえ家族と一緒に過ごしてきた場所としての思い出は持っているけれどもあくまで自分の人生の一番の目標がドルネロを捕まえることである。今20世紀で任務をこなすっていうことの方が自分にとって大切だと思うんですよね。で、アヤセはオシリス症候群という死病を抱えていて自分の残されたこのわずかな時間をタイムレンジャーとして戦うことによって自分の運命を変えたいという気持ちで戦っているっていうそれぞれ重いものを抱えている中でドモンにとっては一番重いのは30世紀という場所に帰れないことだからすごく子供っぽい態度をとってしまうしみんなだって同じように自分の力の足りなさ不安だったりを抱えている。そして一人明らかに境遇が違う現代人の達也に対してちょっと嫌味っぽいことを言いながら八つ当たりしてしまうっていうねそういった部分はちょっといただけないけれども根底にある気持ちとしてはみんなドモンが思ってることを思ってるからそれをドモンが言ってくれてるというかね代弁者じゃないけれどもそういう役割をドモン果たしてくれてるのかなってこれから話しますけれどもタイムレンジやっていく意味あんのかっていうねそういうことを改めて立ち止まって考えるっていうきっかけを作ってくれたのもドモンっていうね。そして達也のでもさ物は考えようだろちょっとぐらい変わったっていい歴史もあると思うけどこの言葉は私ねなんかすっごい鈍感だったのか高校生ぐらいになるまで気づかなかったんだけどこのシーンってね達也がチラッと綾瀬のことを見た後に達也が言葉を発している時に引きで綾瀬が映っていて綾瀬の病気のことを思って達也はこの発言をしているんだけれどもそんな事情も知らない中で現代人の達也がこの発言をしているのを聞いたらドモンからしたらすっごくのんきな発言に聞こえるっていうのは無理もないなと思うんで要するに誰も間違ってないっていうすごく苦しい状況なんですよね。そしてシオンの発言タイムレンジャーといっても僕たちには歴史とか未来とか何にも見えないんですね。これは私すっごく大きな言葉だと思ってるんだけどもこの回で起きたことだけではちょっと解剖しきれない言葉なのでこの言葉だけ皆さんぜひ覚えておいていただけたらなと。囚人紹介タイムヘルズゲート編説明しよう。ヘルズゲートとは極悪犯罪を犯した囚人が鍵をかけて収容されている場所。アシクレト年数は全員終身刑。これはどう頑張ったってねどうすることもできないだろうっていうような非常に怖い犯罪者たちだけが収容されている場所です。本日のヘルズゲート州はブラスター窓。これまで犯してきた無差別殺人は1030件っていう人数でございまして人間を見たら殺してもいいっていうもう会話にならないレベルのね私の好きな囚人ランキングには入らない県外特にこのブラスター窓はもう完全県外となります。で物語の最後に分かりますがドルネロはこのヘルズゲートには手をつけません。ここに収容されているような囚人たちとは仕事なんて一緒にできるわけがないっていうね細かいポイント。街中で暴れているというニュースを見てタイムレンジャーが出動する。未だにイライラしてるドモンはすぐに立ち上がろうとしないのをドモンさん行きますよシオンがここを叱るっていうのがね私はすごくいいなと思います。そしてこのブラスター窓戦闘能力も非常に強いです。攻撃が先に読まれてしまうため一切歯が立たない今までで一番ボロボロになってそれでもみんなが追いかけようとする中でドモンが待てよ俺たちの攻撃が通用しないんだぞと言って戦うことを拒もうとします。そしてトモロリサーチにいた時よりもひどい状態でね時間報告に向かって叫んでるっていう意味でタックのことを抱えながらおい聞こえてんのかっていう中でユーリがパシッいい加減にしてドモン不安なのはあなただけじゃないのよもうこれはダメだろうっていう時にバシッと必要なことだけ言葉短く言うのがユーリの特徴だと思うんですけれどもドモンの気持ちはすごく分かってあげたいけどもうどんだけうわーって言ってんだよっていうね視聴者の気持ちもあるからここのユーリのビンタはそういう意味でもちょっと気持ちいい部分がありましたね。そして先ほど私が非常に大きいワードだと紹介した言葉に続きまたシオンが大事な発言をするんですがなんだか僕たちの力の届かないところで何かが動いてる感じしますよね。この2つの言葉はタイムレンジャー特に未来人4人の物語において非常に大事な言葉かなと思いますので頭の片隅に入れておいてください。そしてそのシオンの発言を受けてドモンがもしそうなら自分でどうにもできないならタイムレンジャーやっていく意味なんかあんのか
そしてみんな立ち止まって一人一人がセリフを放って戦いに行くというシーンね。まずこの順番ね、綾瀬、優里、シオン、達也、ドモンっていう順番で向かいます。これはメインライター脚本家である小林靖子先生がこの順番には非常にこだわった、すごく考えて決めたというふうにお話しされておりまして、まあ、見ての通りなんですけども、タイムレンジャーをやっていくことに対して迷いがない順番になってるんですよね。中でもやっぱりね、これ私綾瀬のシーンに関しては綾瀬自身のタイムレンジャー内での名シーントップ5に入ると個人的には思ってまして、今更立ち止まったってそれこそ意味あんのか、時間が流れるのただじっと見てるなんてできるかよ。タイムレンジャーが何か大きな選択を迫られた時、いつも最初に動き出す、一番最初に決心しているのが綾瀬だっていうことが分かる一番最初の回でもあるので、綾瀬というヒーロー像っていうところを描き出した大切な回でもあると思っています。ケースファイル2の解説動画の時に20世紀に滞在することになった時の4人の言葉を覚えておいてくださいねっていう話をしたと思うんですけれども、ほぼ同じセリフを違う言い方でそれぞれが放っています。そして先ほどもお話ししたように、綾瀬、優里、シオンというのはかなり特殊なものを抱えています。それに対し達也とドモンってね、達也はすごく真面目だし、発している言葉はすごく前向きでみんなのことを引っ張る力があるからあまり目立ってないんだけど、実はドモンの次にチャランポランっていう言い方をするとあれなんだけれども、明日を変えるっていうね、すごく前向きで本人は本当に真剣に言ってはいるんだけども、具体的に何をするのかっていうのはそんなに実はなくて、この20話ぐらいまでの時点で達也が言っている明日を変えるっていう言葉って、ケースファイル10明日への脱出で綾瀬との会話の時にあったように、俺は軽いノリで言ってたっていうね、本人の言葉じゃないけれども、決して軽いとは思わないけれども漠然とは知っている。でも漠然とはしつつも自分からタイムレンジャーをやっていくっていうことを決めたっていう、自分の意思がそこにあるっていう認識をしている達也と、自分は仕方なくここに滞在することになって仕方なくここで戦ってるんだっていう意識のつもりでいるドモンっていう違いで、達也が先に行くっても達也がドモンに声をかけたように、目の前にいる人たちをほっとけない、見てられないんだ、その思いはお前が一番強いはずだろ。ドモンは明確な目標が一番ない中でもタイムレンジャーを続けてたのはそこにあって、苦しんでる人、困ってる人をほっとけないっていう気持ちが自分を突き動かしていたんだっていうね、そこに自分も気づいて、どう考えても最強にブラック企業な時間保護局のことはさておいて、自分がタイムレンジャーを続けていく、戦っていくっていうことを誓ってみんなの元へと向かいます。そして先ほどの達也のセリフに、俺たちってほんとバラバラだよなっていう言葉、入りとして俺たちは正義のためにタイムレンジャー5人でやっていくぞって始まっている戦隊ではないっていうね、みんなそれぞれ違った戦いたい理由っていうのがあって、でも実はそれぞれの中にしっかりと正義の心があって、だからこそ5人で戦っていけてる、そしてこれからも戦っていく。この回のサブタイトルの通り、新たなる絆をみんなが自覚して、自分たちの戦いとロンダースの戦いだけじゃなくて、見えない何かとの戦いっていうものもしなきゃいけないっていう共通認識ができたことも含めて、タイムレンジャーとして戦っていくという意識がね、改めて強くなった大切な回でございました。メカの話、合体フォーメーション初登場。本日はシャドウベータ、そしてプロディバイダーの初登場でございました。合体フォーメーションだとベータでもアシクレートができるロボットになっております。バカンスから帰宅したドルネロとリラ、リラがガングロギャルになって帰ってきました。ドルネロはギエンのことを怒ります。ドルネロは20世紀を征服するために来たのではなく、20世紀の社会の中に溶け込んで生きていくために来てるわけだから、街がめちゃくちゃにされたら困るっていうのは一般市民と同じ認識であるっていうね、一風変わったスーパー戦隊のボスなんですけれども、ヘルズゲートの鍵を取り上げますが、鍵は一つとは限らんぞ。最近ゲイのものまでめちゃくちゃ調子悪いんだけど、なんでだろう。そしてトモロリサーチは3日間に及ぶ激闘を終えて、シオンのサプライズですき焼きパーティー、偉いシオンくん。本当にシオンにはすでにお得意さんがいて、自分の仕事量をコントロールしようと思えばある程度できるところまでにすでに出世しているという。そして細かいポイント、皆さんもし気づいてなかったらなんですが、絶対見てほしいんですけれども、綾瀬はネギが嫌いで、どうもお前の嫌いなネギ入れてやるっつってネギをよそられて、それを
って有利のお皿に入れるんですね。ここでドモンの皿には返さない。達也とかシオンじゃなくて、まあ、隣に座ってるのが有利だからなんだけど、有利のお皿に入れるっていうね、綾瀬のセンスが私はもうたまらなくて、で有利のなんかちょっと困惑しながら、もう綾瀬2期ぐらい食べなさいよ、微笑ましく終わった回でございました。はい、本日も皆さんどうもありがとうございました。高評価ボタン忘れずにポチッと押してください。コメントもいつも楽しく拝見しております。そしてチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。来週からも一緒にタイムレンジャー追っていきましょう。それではゆりかでした。